診断結果では、もう早く始める方がいいかなと思いますし、あ、あとは運動するじゃないですか。あ、でもそれなんですけど、そこがちょっともうね、実は我々ですね。ちょっと正直難しいんです。もうここがちょっと難しい限りで、ですね、2022年の3月末なんですね、今のことですよ。2022年の3月末ですね。来年の3月は3回は。そうですね、はい。なので、その、まあ、でも、練習した形で、みんな必ずその、難しくはあると思うんですけど、たまに使うとなっちゃうと、ちょっと大きいことが分かるし。これは書いた。はい。この2個はまだ書いてない。もう1個前にやった1個はトレスしてくれました。じゃあ、これも部屋の中で。それは、普通にあんな感じ。
もうあとそのとこは技術っていうのもですね。私は大学の様子に関してもらってます。あ、はい、そうですね。3年で20人だと。はい。ちょっと別の方にも、ちょっと高校生のパターンも、ちょっとあるっていうのを聞いてまして、いや、これだけですと、私は、まあ、彼の、皆先生の中でやってて、いいのも難しい。それはそれというので、なかなかやっぱり難しい部分は、こういうの自体が、実はデータなんですけど、ネット自体が上がるかもしれないから、ちょっと言うっていうのが無理だと思うので、そういうことを、そういうことですね。